あのスキャンダルさえなければ、ろ手を挙げ、歓迎された数少ない菅義偉政権の人事だ、かもしれない。新設されるデジタル庁の事務、トップのデジタル官に内定したと一時は報、された元米マサチューセッツ工科大学、MIT 目で、アラボ所長の実業家、伊藤実和二、だが、絵王室、でを巻き込んだ少女売春スキャンダルの黒、にして、 米大富豪の子ジェフリー・エプスター氏との密接な関係はあまりに危険な火種だ。った、結局は人事の撤回に追い込まれた日本政だが、そのグローバルな負のインパクトは国で理解されたとは言い難い。日本での地名は劣るが、米国ではちょっとした著名人でや知識人だ。伊藤実紀和氏は1966年生まれ、米国やかなで育ち、 IT 業界の黎明期に、幼少時代から触れ、日を行き来しながら、価格 .com を運営す、デジタルガレージやインターネットプロは、ダノインフォシークなど、次々と IT 企業の創設に割った。その後も、日米で、エンジェル投資家と、で、様々な IT 企業の創業を支えてきた。伊藤の投資先には、あのツイッターも含まれる。バック・オバマ元大統領の良き友人でもあり、 昨日2016年にはホワイトハウスでオバマ大統領を対談。オバマ大統領は伊藤氏を愛称のジョイ、呼び、AI、人工知能の将来やテクノロジーと倫理、関係などについて突っ込んだやり取りをし、メディア界を賑わせた。米国での紹介も、異例、文字は踊る。二度も、博士課程を中退。 伊藤氏は自のブログに発達過程に何らかの特殊性があったのではないかと自己分析してもいる。その脳が一貫なく発揮されたのが11年から所長をメル MIT メディアラボだった。メディアラボは MIT 内設置された研究所で工学、IT、芸術、メディアなど様々な分野を横断し、またベンチャービジスとも次々に結びついていくユニークな研究タイルは 伊藤氏の下でさらに花開いたたと値を受けたオンデマンドのカラオケシステ o g l e ストリートビューなどメディアらでの研究をもとに実際の製品になったもの少なくない。